北口ホーム改札詐欺の宮駅は東京都中野区詐欺の宮3丁目にある西武鉄道新宿線の駅である。駅番号は SS09 中野区最西端に位置する駅。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線を合わせ持つ地上駅、京上駅舎を有している。周辺は住宅密集地でありスペースに制限があるため下りホームと 上りホームは多少位置がずれている。同様に、優等列車の停車駅である上、石寺駅や田梨駅とは異なり、中線を降り方面と、上り方面の共用対比線にはしていない。2番ホームの取り付かせよりには、上り線方面への分岐器、出発信号機が設置されており、構造上は当駅で、西部新宿方面への折り返しが可能である。近年のダイヤでは、 通常、当駅折り返し列車は定期、不定期を問わず設定されないが、2011年3月14日15日には、東京電力による計画停電の影響から、西部新宿当駅2番ホーム間の折り返し運転が実施されていた。エレベーターは、北口と改札外コンコースを連絡するものと、各ホームと改札内コンコースを連絡するものが設置されているが、 エスカレーターは設置されていない。トイレは改札内コンコースに立地し、多機能トイレを併設する。かつては、コンコース内に、定期券売り場や西部観光案内所が設置されていた。2020年度の1日平均乗降人員は24,631人であり、西部鉄道全92駅中28位。 急行停車駅でありながら1日平均乗降人員が3万人程度に止まっており、池袋線で確定のみ停車する江戸田駅や中村橋駅よりも乗降人員が少ない。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通りである。最寄り停留所は駅前の中杉通り上にある詐欺の宮駅で関東バスにより運行される以下の路線が発着する。なお、 乗り場番号については、同社公式サイト、関東バスナビで表示されている、便宜上の番号であり、実際は何も表記されていない。乗り場1乗り場2当駅と下井草駅との間には、かつて西佐欺の宮駅が存在していた。ありがとうございます。